ウルトラシリーズ、ウルトラシリーズは日本の特卒テレビドラマシリーズである。以下の二つを指して呼び習わすことが多い。2013年に最も派生テレビシリーズが作られたテレビ番組としてギネス世界記録に認定され、2015年にその記録を更新している。1966年、昭和41年、TBS は つぶらや特技プロダクション制作のテレビ番組、ウルトラ Q の大ヒットを受け、武田薬品の提供による、この番組枠で、実作品、ウルトラマン以降の同枠の作品群を、マコミに対し、ウルトラシリーズと銘打って、シリーズ化。一大社会現象となった、怪獣ブームの牽引役となった。なお、TBS つぶらや特技プロとの番組、 制作契約上は、ウルトラ Q が終了して別番組として、ウルトラマンが始まったのではなく、ウルトラ Q の放送期間延長としての制作となっている。怪獣ブームを巻き起こした TBS のウルトラシリーズであるが、ウルトラ Q に続く第2弾、ウルトラマンの制作スケジュールが遅れに遅れ、放映延長が不可能となった。TBS 側はこの、 ウルトラシリーズの続行を望み、投影によって、キャプテンウルトラが制作され、この、キャプテンウルトラを、TBS は、宇宙特撮シリーズ、ウルトラシリーズ第3弾として内外にセールスした。キャプテンウルトラ終了後、この番組枠は再び、つぶらや特技プロ制作作品に戻り、ウルトラセブン、怪奇大作戦が、ウルトラシリーズとして放送された。したがって、 TBS の作品としてのウルトラシリーズは以下の5作品である。TBS は武田アワー枠で世界的に有名な東方の特撮監督、津村屋栄治の創設した津村屋特技プロによる本格的特撮ドラマウルトラ級を企画。1年にわたる制作期間と破格の予算を投入し、1966年昭和41年1月2日から、 防衛開始されたウルトラ Q は、それまで銀幕でしか見られなかった本格的な造形を持つ怪獣王茶の間に登場さて、たちまち日本全国に一大怪獣ブームを巻き起こした。この怪獣ブームの中、TBS は番組枠のシリーズ化を決定。全28話のウルトラ Q を1話飛ばして終了し、つぶらや監督をゲストに招いて、 杉並公会堂で開催したウルトラマン前夜祭りの公開録を放映。ブームを煽る戦略で翌週放映開始されたウルトラマンは大ヒットとなり怪獣ブームを加熱させた。TBS は一連のこの特撮ドラマ枠をウルトラシリーズと命名。制作プロを東映に変えた続くキャプテンウルトラは宇宙特撮シリーズの名の下、舞台を宇宙に広げた。 スペースオペラとなった。キャプテンウルトラも30%台の視聴率を記録したが40%に迫っていた前作、ウルトラマンとの差を制作サイドが大きく捉えた結果、シリーズ後半から怪獣続々シリーズとしてウルトラマンに習った怪獣中心の作撃に転換されることとなった。つぶらや特技プロの制作体制が整うと TBS はニクール。 全26は予定だった、キャプテンウルトラをには減らし、前倒しで、ウルトラセブンの放映を開始した。シリーズ第4弾である、ウルトラセブンでは、キャプテンウルトラを引き継ぐ、宇宙時代を題材にした作劇と、シュピーゲル号の、合体メカニック描写が受け継がれ、初の1年間のロングラン放映となり、怪獣路線の最後を飾った。マスコミは、ウルトラセブンの番組終了を、 そのまま、怪獣ブームの終了と、同一視した。怪獣ブーム収束を受けた TBS は続いて、妖怪ブームを当て込んだ、怪奇路線に大を求め、ウルトラ級や、キャプテンウルトラ同様に、巨大ヒーローの登場しない、怪奇大作戦を放送。これが、TBS、ウルトラシリーズ最後の作品となった。関西圏では、 当時のネット局である朝日放送で放映。ウルトラマン第26.27話の前後編では、大阪でのロケに全面協力している。毎回、オープニングタイトルの終わりで登場を落として、その日登場する怪獣や一部ウルトラファミリーのキャラクターを出していた。TBS のウルトラシリーズとは別に、つぶらやプロダクションが制作した作品のみに対する故障として、 ウルトラシリーズが使用されており、現在はこちらが一般的である。仮面ライダーシリーズ、スーパー戦隊シリーズなどと並ぶ日本の代表的な特撮作品シリーズである。以降、つぶらやプロ、ウルトラシリーズの主要作品を記す。特に断りがないものはテレビシリーズ。なお、各作品群の概要、特徴はあくまでも、 そのグループを全体的に見た上での特徴であり、作品ごとの細かい際、特色などについては、各作品の記事を参照のこと。テレビ番組から派生したとメディア上の作品も含むため、つぶらやプロ、ウルトラシリーズ全体の分類は、複雑なものになが、おおよそ以下のような内訳になる。これらの作品群は、一部の例外を除き、 主人公がウルトラという巨大な超人に変身して怪獣と戦うことを腰としている。これより、つぶらやプロ版、ウルトラシリーズについて解説する。キャプテンウルトラは正式な TBS ウルトラシリーズの番組の一つであるが、これは投影制作作品であるので、つぶらやプロ、つぶらや特技プロの制作番組群としてのウルトラシリーズに含まれない。 また、同じく正式な TBS ウルトラシリーズの番組の一つである、怪奇大作戦は、ぶら屋特技プロの作品であるが、現在は、ぶら屋プロ自身がシリーズに加えていないようである。従って、ぶら屋プロに限って、昭和第一期ウルトラシリーズという故障を用いるなら、以下の3作品がこれにあたる。ぶら屋プロが制作し、 日本で初めて大掛かりな特撮を導入したテレビドラマウルトラ Q が大ヒットとなりその後継作として制作されたウルトラマンが最高視聴率42%の特大ヒットとなっため空想特撮シリーズまたはウルトラ Q 空想特撮シリーズと名打たれる最初の番組シリーズとなったこのつぶらやプロウルトラシリーズ空想科学シリーズは朝日 そのラマのファンタスティックコレクションシリーズなど1978年以降の商業出版物によって再評価が始められた。これらの出版物では9から7までの3作品を第1期ウルトラシリーズと総称し以後定着したが、これはあくまで現在の故障であり放映当時のものではない。TBS のウルトラシリーズはンを持って終了するが、 つぶらやプロとしてのウルトラシリーズは以後も断続的に制作された。まず帰ってきたウルトラマン以下ヒマンがセブン放送終了から2年半の歳月を経て同じ TBS の番組枠で1971年4月をもって放映開始され、ここにつぶらやプロのウルトラシリーズが再開されることとなった。関西圏では第1期ウルトラシリーズに続き、 当時のネット局である朝日放送で放映。第二次怪獣ブームや変身ヒーローブームの中核となった本シリーズは TBS プロデューサー、橋本洋次当時の意向が強く打ち出され、スポコンブームの影響を強く受けて人間とウルトラマンの蝶というテーマを重視し、青春ドラマやホームドラマの色彩が強くなっている。いずれの作品も 主人公は成長途上の青年として描かれている。ウルトラマンと一心同体となった彼らが、ウルトラマンの力ゆえに苦悩したり仲間との圧力を抱える怪獣や宇宙人との戦いの中で大切なものを失う。変身後のウルトラマンも時には敵に苦戦する、といった数々の困難を乗り越えて成長する様が、ドラマの主軸に据えられていた。主人公の死生活。 主人公を兄のように慕う少年を中心に、主人公を取り巻く姿勢の人々との交流も多く描かれていた。少年も家族との種別を乗り越え、そして主人公に教え導かれながら成長していた。本シリーズの最大の特徴は、肥満での初代ウルトラマンとウルトラセブンの客演から始まり、A でウルトラ兄弟の設定が確立し、タロウでそれを発展させて、 ウルトラファミリー路線が打ち出されたことである。この試みによって、本シリーズは4年間も続く、ロングランとなり、仮面ライダーシリーズとともに、ブームの中核を担っていた。ファンタスティックコレクションナンバー10、空想特撮映像の素晴らしき世界ウルトラマン、パーシー。1978年、朝日そソノラマでは、本シリーズの作劇とウルトラファミリーの設定が、 第一期ウルラシリーズでの SF 性がないがしろにされているやウルトラマンの非唱化と批判されていた。同章を本に1982年から1995年まで不滅のヒーローウルトラマン白書が第4版まで出版されたが、これには従来通りの論評が再録されていた。しかし、1990年代後半に辰巳出版から出版された。 検証第2次ウルトラブームと名打つ作品別の書籍では第1期ウルトラシリーズを基準に捉えた前述の論調に対する反論として各作品の持ち味や当時の時代社会背景などを考慮した再評価や再検証が行われたレオ終了と同時にウルトラシリーズは再び幕を下ろしたが1970年代後半に 書籍類でのウルトラシリーズ評価が皮切りに、首都圏での早朝再放送などのウルトラマンフィーバー、当時の流行をもじったものを受け、新たに制作されたのが本シリーズである。関西圏では第1期、第2期ウルトラシリーズと異なり、1975年3月31日のネットテレビ系列とのネットチェンジによって、ABC に代わってネット局となった毎日放送で放映された。 ザマンの壮大なストーリーや80のハイレベルな特撮映像や学園ドラマの導入など新たな要素はあったものの視聴率及び商品展開では期待を大きく下回る形となり TBS との共同制作による19字枠のウルトラシリーズはここで完全に終了した常述の通り9から80は TBS が制作を担当し 基本的に同じ作品世界の設定であることから、一括りのシリーズとして扱われるケースが多い。ただ、ザ・マンはアニメーション作品であることや、他の8作品とも世界観を共有していないことから、本放送終了以降は、関連書籍での作品紹介や、商品展開などで、番外的な扱いを受けているケースもある。80終了後、1996年に、 ウルトラマンティガが開始されるまで、テレビシリーズは16年間も制作されなくなり、映画やオリジナルビデオといった多様な展開が行われ、シリーズの区切りが不明確になる。そのため、第輝期という区分は、商業誌などの公式記事には使用されなくなった。テレビシリーズが制作されなくなった理由について、津村屋プロダクション社長を務めた津村屋秀明は、 80をめぐるつぶらやプロと TBS との関係悪化によって放送枠が確保できなくなったことやつぶらやプロの経営悪化に伴って制作部が解体されさらには著作権収入が安定したことなどで新作制作に消極的になったことなどを挙げている国際マーケットを視野に入れたつぶらやさつきつぶらやプロ社長当時の意向によってテレビシリーズが 長期休止期間であった1980年代から1990年代中頃まで、日本国外の資本との提携、合作によるビデオシリーズや劇場用新作など、テレビ以外の媒体で多くのウルトラマンが登場した。これら作品は、ビデオ展開のみならず後に放映枠を与えられ、久々のテレビシリーズである、ティガ以前にテレビシリーズの放映が行われている。 上記の作品群は M78 星雲の存在など設定上は過去のウルトラシリーズと共通項を持つが作品内では世界観の共有がさほど意識されていない。ウルトラマン及び期間以降の第二期ウルトラシリーズとは切り離した上で展開されたセブンの直接の続編として通商産業省、現経済産業省や 資源エネルギー庁とのタイアップ元に日本テレビで制作されたシリーズ。従来のフィルム撮影手法を取らず、ビデオ撮影で制作された。80終了から16年後にして、ウルトラマン生誕30周年を迎えた1996年、テレビシリーズとして制作された、ウルトラマンがテレビの画面に復活した。TBS 系列の在阪局である毎日放送。 MBS が番組枠を提供、制作を担当し、この新たな枠組みで新シリーズが開始された。つぶらやプロのウルトラシリーズを制作することとなった毎日放送の意込みも強く、放映期間中には大阪茶屋町の毎日放送社屋入り口前に番組ごとにそれぞれの巨大ウルトラマン像が設置されて名所となった。昭和ウルトラシリーズと世界観を一新し、 M78 星雲からやってきた宇宙人という従来の設定が排除され、いずれの作品のウルトラマンも地球人の青年が自ら変身する光の巨人として描かれている。またタイプチェンジ可能というシリーズ初の試みが特徴で、映像面ではこれまでのシリーズと同様にフィルムで撮影し、技術の進歩により CG が随所に盛り込まれている。 世界観を共有するのは、ティガとダイナのみだが、ガーヤも続けて制作され、視聴率や、ガング売上も好成績を収めたこと、スタッフや、制作体制が続投していること、映画、ウルトラマンティガウルトラマンダイナ&、ウルトラマンガイア超時空の大決戦で3人の、光の巨人が共演を果たしたことから、3作品、合わせて、平成、ウルトラマン三部作と呼ばれていい。 そして、各作品の外伝作品となる、オリジナルビデオが2001年、完全版 DVD が2004年、DVD メモリアルボックスが2007年、リマスター版、BD ボックスが2014年から2016年にかけて発売され、さらには、映画、大決戦。超ウルトラ8兄弟では3人の光の巨人が、ウルトラ兄弟と共演している。 つぶらや英治生誕100周年とウルトラシリーズ35周年を迎えた2001年毎日放送によって制作されたコスモスを機にウルトラシリーズが再開された以降のシリーズは1作品ごとにブランクや時間枠移動があったりと複雑化しているため公式なシリーズ区分はしばらく定まっていなかったが後年にはコスモスからメビウスを平成が壱ウルトラシリーズ 連続放送された、ネクサス、マックス、メビウスを、ハイコンセプトウルトラマンシリーズと総称するようになった。劇場用映画とのメディアミックスが定着し、マックスを除いて、テレビシリーズとリンクした映画が制作されている。また、ウルトラマンを除く昭和ウルトラマンシリーズと、平成3部作は4部作品だったが、本シリーズは5クールだったり3クールだったりなど、 放送期間は不統一である。また、ウルトラマンの戦い方や、作風やドラマ、王道が、従来の昭和ウルトラマンシリーズや平成3部、海外作品組や、アニメシリーズ、他のつぶらや特撮ヒーロー作品とは異なっている。毎日放送とのウルトラシリーズは、コスモスで終了となり、自作、ネクサスは、 新たなウルトラマン像を創造することを主目的としたウルトラ N プロジェクトの一環として制作され、以降は TBS 系列の題名曲、中部日本放送 CBC が制作を担当し、放送時間も土曜18時から土曜7時30分に変更された。N プロジェクト終了後は原点回帰をコンセプトとした MAX が放送され、制作は引き続き、 CBC が担当。スタッフの多くも、ネクサスから引き継いでいる。シリーズ40周年記念作品として制作された、メビウスは、MAX で好評だった原点回帰を推し進めて、昭和ウルトラマンシリーズからの世界観を引き継ぎ、昭和の歴代ウルトラマンや人気怪獣、宇宙人が登場している。しかし、同作品が放送された土曜17時30分の放送枠は、 当時は、ローカルセールス枠であり、スポンサードネット扱いでの放送も、同時、遅れを問わず主要都市圏に限られたため、一部、未放映の地域ができてしまう。テレビシリーズ終了後も、メビウスは、様々なメディアミックス作品が作された。ネクサス、マックス、メビウスの3作品は、視聴率及びガング売上げの商業面で苦戦を強いられた。ちなみにンクール以上のテレビシリーズは、 メビウスが最後となり、以降は1クールから2クールの短期間や、劇場版映画、オリジナルビデオ作品など、断続的な制作へとシフトしている。3クール以上のテレビシリーズが制作されなくなった理由について、ぶらやプロダクション社長を務めたぶらや秀明は、ネクサス以降に名古屋地方局発となったことで、首都圏では十分な宣伝がされ、視聴率不振となり、 スポンサー獲得も困難となって番組提供ワークとして売れなくなったことを最大の原因として挙げている。2作品とも初回放送は地上波ではなく BS11 での放送となった。後に2009年から2010年にかけてテレビ東京系でも放送され、以降のテレビシリーズも同系列にて放送されるようになった。 ウルトラシリーズが45周年を迎えた2011年より、ウルトラマン列伝が放送開始。当初は過去作品のセレクト再放送やスペシャル総集編、映画やビデオ作品の分割放送などをメインとしたが、2012年にウルトラゼロファイトを放送して、以降、次第にオリジナル作品の比重が大きくなり、その後も2013年に銀河や、 大怪獣ラッシュウルトラフロンティア2014年に銀河 S、銀河と銀河 S はそれぞれ分割1クール2015年に X を放送 X 以降のウルトラシリーズは2クール放送となるウルトラマン列伝では主にウルトラマンゼロがナビゲーターを担当していたが新ウルトラマン列伝では A、ドーヒカルやゼロを始めた際のキャラクターが担当するようになった 新ウルトラマン列伝で銀河放送中の2013年7月10日には最も派生テレビシリーズが作られたテレビ番組としてギネス世界記録に認定されたウルトラシリーズ50周年記念作品でもあるオーブ以降は新作とザクロニクル特定のウルトラ作品の再放送と劇場版を中心としたシリーズを交互に放送することにより番組枠を継続している 銀河シリーズ X オーブジード RB の一連のウルトラシリーズ新作はメディアによってはニュージェネレーションヒーローズとしてくくられるほかジード RB にはニュージェネレーションの名がついたアイテムも登場する2000年代に入ってからは昭和シリーズのリメイクもしくは続編的な作品を制作することが多くなっている2004年には旧のリメイクとして ヒューダークファンタジー2007年にウルトラセブン40周年記念作品としてセブン X がシニア枠にて2011年にはウルトラ怪獣を主役とした大人向けのウルトラというコンセプトでウルトラゾーンが独立曲を中に2013年にはウルトラ Q のセカンドシーズンというコンセプトでネオウルトラ Q が放送される各作品のオープニングタイトルのところで その回に登場する、怪獣登場という字幕が入る、Q、7、80、G、n e x ク u s 及び、大怪獣バトルシリーズ以降の作品を除、また、A 第36.37話のみ、出現と表記されている。TBS 系列外局では放送されなかった作品もある。また、TBS 系列局でも、同時ネットされなかったり、あるいは、 放送自体がされなかった作品も、ある反面、ごく初期の作品、9、万、セブンについては、系列外にもかかわらず同時ネットだったつぼねもある。この他、マンが1970年代にフジテレビ系で、セブンが1985年に日本テレビで、また、肥満を皮切りとして、9から80が1989から1992年に、NHKBS2、現、 BS プレミアムでそれぞ、再放送されたりと、再放送については、地域系列放送媒体を問わず、大多数のテレビ局で実績がある。なお、つぶらやプロの倒産回避措置として、1984年から1991年までは、TBS が系列内外への販売窓口になっていた。テレビ東京、アニマックスなど、ウルトラシリーズの関連商品は、大半が、 バンダイから発売されているが、実は、第1期シリーズ当初は、商品化券を獲得しておらず、実際に商品化券を取ったのは、第2期シリーズの頃である。第3期シリーズの前年の1978年に、ポピー、ン、バンダイボーイズとイ事業部がブルマークの倒産で、ウルトラシリーズの関連商品の発売元を失った、つぶらやプロ並び大手出版社、小学館と手を組んでからで、 以後小学区間のテレビ君等の雑誌の人気作品の再録再評価、怪獣ソフビのウルトラ怪獣シリーズを中心とした関連商品 TBS 系列でのウルトラシリーズの再放送などでブームが盛り上がった。これは宇宙戦艦ヤマトブーム影響から生まれたのである。一説では万代的には超合金ブームと怪獣ブームのブームの合体のために作られたものである。 その後バンダイは、テレビ、映画などのメディアで、ウルトラシリーズの新作制作を後押し続け、バンダイボーイズと異事業部で、ガング等の関連商品を発売し、子会社のバンダイビジュアルが、シリーズ各作品のビデオ DVD の商品化を開始し、もう一つの子会社である、ガングデザイン会社のプレックスによって手がガ以降、現在までの作品の防衛チームのライメカ、基地、隊員服、 なりきりガングとデザインし、また、もう一つの子会社である、ガングデザイン会社のバンダイナムコゲームス、現、バンダイナムコエンターテインメントと共にデータカーダスの、大怪獣バトルウルトラモンスターズ中心のゲームを出したり、バァンプレストからプライズものを出したり、1989年からは、毎年、ウルトラマンフェスティバル、略称、ウルフェス開催している。 2008年1月21日、バンダイは、つぶらやプロの当時の親会社であった ty をやり、つぶらやプロの33.4%の株式を取得し、ウルトラシリーズをはじめとした、つぶらやプロ作品の独占的商品化権を獲得し、ウルトラシリーズの関連書籍は、現在では、大半が小学館から発売されているが、同社が商品化権を獲得したのは、 第2期ウルトラシリーズが開始される前々年の1969年である。それ以降、小学館の学年別学習雑誌を中心とした雑誌や絵本、漫画、ライトノベル、研究本などの関連商品、TBS 系列でのウルトラシリーズの再放送などでブームが盛り上がった。その後、小学館はゾフィーを長兄としたウルトラ兄弟の設定を築き上げ、 ウルトラシリーズの新作や、ミラーマン、ファイヤーマン、ジャンボーズウェなどの他のつぶらやプロ作品を、小学館学習雑誌などの雑誌で連載。後に、現在の本シリーズ主観雑誌である、テレビくんが1978年12月末発売の2月号に、シリーズ各作品の掲載を開始し、以後1990年代を除いて、全作掲載。1980年代に、 VHS と LD の映像ソフトによる商品展開が始まり、LD でウルトラ Q からウルトラマン AT までの全作品と VHS テープでザ・ウルトラマンを除く全作品が映像ソフト化され、劇場作品ウルトラマンザフィーウルトラの戦士 VS 大怪獣軍団以降の作品はリアルタイム時の映像ソフトのリリースが始まり、合作作品ウルトラマン G では オリジナルビデオ作品としての商店会も行われた。その後、DVD が台頭し、つぶらやプロの昭和作品を DVD 化するデジタルウルトラシリーズの一環として、ウルトラセブン、ウルトラマン、ウルトラ Q、帰ってきたウルトラマン、ウルトラマン A、ウルトラマン太郎、ウルトラマンレオ、ザ、ウルトラマンの順で昭和ウルトラシリーズが DVD 化された。 1990年代作品のウルトラマンレオス、ウルトラマンゼアス、平成3部作も DVD 化し、2000年代作品のウルトラマンコスモス以降の作品はリアルタイムで発売された。2010年6月25日と9月24日にウルトラマン80の DVD ボックスが発売。ウルトラマン G は海外で英語音声のみの DVD が発売されてはいたが、 国内でのリリースはなされていなかった。DVD に次ぐ映像ソフト企画の BD において、それまでの作品も再リリースされた上に2017年1月27日に、ウルトラマン G が3月24日には、ウルトラマンパワードが、そして2018年9月26日に、ウルトラマン USA がリリースされる予定であり、これで現在公的に公開されている。 テレビシリーズ及び劇場版のウルトラシリーズ前作が映像ソフトで視聴可能になった。2008年12月からウルトラ1800という低価格での DVD 販売を行っている。ウルトラシリーズは同一の世界を共有している。作品と独立した世界が舞台の作品に分かれる。また同じ作品世界を共有していてもパラレルワールドとなっている場合もある。 大怪獣バトル以降の作品では時空を超えた混乱期であるギャラクシークライシスが発生したことにより M78 ワールドと平成ウルトラマンシリーズなど別の世界観を持つ作品との共演もかとなっているウルトラマンゼロ・ザ・ムービーより無数の銀河が水泡上の空間に存在しているマルチバースの設定を明確化したスタッフのお遊びとしてではあるが 共通する単語や人物などが登場している。メタフィクションに近い形で劇中劇として他の作品を登場させることもある。各作品ごとに登場するウルトラマンと共闘する組織、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。